ウィセス、皆さんこんにちは。三つ星ワールドレコーダー鋼でございます。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日のトレーニングテーマは背中になります。背中を鍛えるにはいろいろなやり方があるんですけども、大きく分けて垂直プルと水平プルというのが分かれます。垂直というのは上から下にこう引く動作ですね。ラットプルダウンとか懸垂とかが該当するんですけども、こういった垂直プルというのは基本的には広背筋を大きく鍛えることができまして、こういった逆三角形のフォルムを作るのに有効的なものになります。逆に水平プルというのはこのように体に対して水平に引く動作ですね。ベントオーバーローイングとかそういうのが該当するんですが、こちらは背中の厚みを作るのに有効的となっております。で、今回はどちらかというと水平プルですね、ベントオーバーローイングとか、そちらの方の厚みを作っていくトレーニングを皆さんに公開していきたいと思います。本日、背中を鍛えるトレーニングをご紹介していきますが、まず最初はパワークリーンになります。パワークリーンは重たい重量を肩まで一気に強調させる動作ですね。広背筋を鍛えるというよりかは全身のバネを使ったトレーニングになりまして、アスリート向けになりますね。瞬発力アップのためになりまして、より僧帽筋とかも同時に鍛えられる、複合的なトレーニングメニューです。これは上級者向けになってきます。そして2つ目がデッドリフト、脊柱起立筋のカーブですね、を腰回りを鍛えることができるトレーニングやっていきます。そして、3つ目に、ベントオーバーローイングですね。で、ベントオーバーローイングにつきましては、3種類のやり方を今回やっております。より広背筋の厚みを作っていくトレーニングです。そして4つ目がワンハンドローイングということで、ベントオーバーローイングは両手でバーベルを引く動作に対して、ワンハンドローイングは片手でダンベルを持って、より、バーベルよりも可動域を持って、しかもストレッチをかけられるっていうメリットのあるトレーニングになっています。で、それでは今回も音声付きで解説していきたいと思いますので、興味ある方はぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、では最初はパワークリーンです。こちらは90キロの重さなんですが、下から一気に上げる動作ですね。体全身に効くトレーニングでして、アスリート向けです。で、続いてが、デッドリフトです。こちらは160キロですね。はい、5レップを行う、組み合わせでやっております。で、私はちなみに素手でやるタイプですね。腰のベルトも巻きません。自分の腹圧で調整しております。で、これも前よりどん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 重量上げていってます。で、次が、ベントオーバーローイングですね。これ60キロですけども、しっかり引く動作ですね。見て分かる通り、体が床と平行になるようなところをキープしながら行っていきます。これが非常に大事でして、で、ゆっくりと下げながらストレッチかけてます。で、可動域をかなり持つことがポイントでして、肩が上がらないように注意することがこのベントオーバーローイングのポイントですね。で、次、握り方をご覧いただくと分かるんですが、リバースグリップにします。リバースグリップにするとより背中の方を引くことができるので、内側ですね、背中の内側をより鍛えることができます。先ほどはノーマルだったので、まあ、全体的に鍛えられるんですが、このリバースにすることによって内側ですね、しっかりと鍛えることができます。で、3種類目がワイドグリップですね。一番最初のノーマルとは違って、もうちょっとワイドに持っております。背中もちろん鍛えられますが、肩の後ろですね、リアですね、鍛えにくい部位があるんですが、これを僕は意識してやってますね、この3種類目は。で、次がワンハンドローイングですね。今度は片手でダンベルを持って引く動作です。ご覧いただけると分かりますが、先ほどのバーベルよりよりもっと可動域を持てるようになります。しっかり引いて、で、ゆっくり下ろしていくのがポイントです。中途半端に下げるんじゃなくて、しっかりと下ろしていきます。なので、ご覧いただける通り、お腹の部分も結構ねじれが発生して、腹筋もしっかりと鍛えることができるトレーニングですね。引いてゆっくりと下ろしていく、引いたらゆっくり下ろしていくと、これも丁寧にやっていくのがポイントですね。はい、今回の広背筋トレーニングはいかがだったでしょうか。音声でも解説をしておりますが、この広背筋、背中を鍛える上でも大切なポイントは、まずは可動域をしっかり取ることですね。この動き、筋活動レベルを最大まで上げることが大切でして、より重たいものを持ってやりたいのは重々承知しますが、より安定したフォームでできることが前提になっていきます。ですので、今回もより私が可動域を意識しちゃってるので、重たい重量を扱うのも重要ですが、その重たい重量を扱えるほどの可動域を取れているかというのがポイントになっていきます。これを
高めていくことによって、より、体づくりにも役立ってきますので、参考にしていただけたらと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は背中トレーニングをご紹介していきました。また違うトレーニングがあればどんどん更新していきたいと思いますので、引き続きご覧いただける方は高評価、そしてチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次のトレーニング動画でお会いしましょう。バイバイ。ウィスです。